肉が食べたい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 めっちゃ食べたいよめっちゃ食べたいよ。どうも無職成人男性幼女 YouTuber のくんやりたんです。今日ね無償にステーキが食べたいので安くないステーキがね食べたいよ。 YouTube でよく安いお肉を美味しくするみたいな動画あるじゃん。あれ最初から高いお肉焼いたらどうなると思う？多分超美味しくなるよ。というわけで今日は何もしてない自分へのご褒美に美味しいお肉を食べようと思います。最近ねくんやりたんね楽天ペイを始めたよ。時代はキャッシュレスってやつで、くんやりたんふと溜まってるポイント見たら1000ポイントくらいあったのりゃ。やったよ。溜まったポイントは美味しいものに変えるのが一番丸いね。今日の夜はプニック料理はもうすでに始まってるのりゃ。今ぷゆぷゆ走っている理由わかる人にはわかるかな。運動による疲れで食事の旨味が増すのりゃ。つまり今は下ごしらえの時間ってこと。食事前のコンディションを整えるのも一流の証ね。ぷゆはぷゆは早くも息切れしてきたのりゃ。ぷもぷも、え、くんやりたんが今何してるかって、ドーナツ食べに来たのりゃ。走ったらお腹減っちゃって。みんなはミタドナで一番好きなドーナツって何？くんやりたんは当たり前にエンゼルフレンチ、これが一番うめえのりゃ。ドーナツってめちゃくちゃカロリー高い食べ物じゃん。でもこのエンゼルフレンチはミタドツが公表してるカロリー表の中でも低カロリードーナツに分類されているのりゃ。うまくてヘルシーは神、逆にオールドファッションはシンプルな見た目に反してカロリー爆弾なんだよね。ぷゆぷゆは見た目じゃわからないってこと。ギャンブルはスパイス。パチンコって勝っても負けても味覚が研ぎ澄まされるって知ってた。勝った時はシンプルに何食べても美味しい。負けた時は飯食ってる時に今日負けた金があればこんなうまい飯が何食も食えたんだよなってめちゃめちゃ味わって食べるから美味しい。場合によっては800円の牛丼が3万円の価値を持ったりすることもあるんだよ。運動とギャンブルは食事にバフがかかるのりゃ。ふんやりと帰宅しました。ちょっと高めのもも肉を買ってきたのりゃ。元の値段はめちゃくちゃ高いわけじゃないけど、ふんやりたんがこれに5000円の付加価値を与えたよ。そしてなんとこれね、黒毛和牛です。あの有名なこの高級黒毛和牛、無職のくんやりシェフがとっても美味しく料理していきます。ふんぷやん、くつぼしレストランもびっくりクオリティでお届けするよ。今回お料理を担当させていただきます、無職シェフのくんやりたんでございますのりゃ。飲食店バイト歴は約4年、特に身につけた技術はないけどお肉焼いたりはできますでございますのりゃ。最低限の料理くらいはできるものの、振る舞う相手がいないのが悩みどころですね。フライパンがくたたまったのでプニックを入れます。めっちゃいい音が聞こえてくるよ。くんやりたんの動画はお母さんも見てるんだけど、定期的にキッチンが汚いって言われます。でもさでもさ、一人暮らししててキッチン掃除しようってなる普通の成人男性幼女はしないと思うんだよね。水回りだけでいいから誰かにお掃除お願いしたいのりゃ。見てめっちゃこんがり、匂いがとってもいいのりゃ。てか見た目めっちゃいい感じじゃね。例えばこれをさ、ふんやりたんが焼きましたって言って皿に盛っても大して価値がつかないじゃん。でも一流のシェフが作りましたなんて言っておけば、多分同じ肉で同じ味でも価値が跳ね上がるよね。それめっちゃずるいと思うのりゃ。そういう誰が作ったかみたいな価値、ブランド力、それが欲しくてふんやりたんは YouTube やってます。これふんやりたんが作ったよって言ったら丸めたティッシュでも売れるくらいのブランド力が欲しいのりゃ。そうなったらもう大金持ち、一生遊んで暮らせるのりゃ。ふうよぷよぷよ、完成しましたのりゃ。ふんやりステーキ、これを今からね切り分けておしゃれに盛り付けるよ。ふゆしゃきーん、ふんやりたんのナイフさばきを見せてやるのりゃ。せっかくいいお肉買ったし見た目にもこだわりたい。結婚式で出てくるおしゃれ肉みたいな盛り付けしたいよ。ギコギコはしません。一度歯が入ってしまったらスーッとスーッと全然切れないのりゃ。てか切り方合ってるかわかんない。ふんやりたんテーブルマナーのスキルツリーは伸ばしてないのりゃ。でもね、生まれついての高貴なぷゆぷゆ、ロイヤル無職のくんやりたんなので才能だけで綺麗に切り分けられます。てかあれだ、あんまスペック高いとこ見せてガチ恋増えても困るな。そういうのくんやりたんのキャラじゃないしな。よし、断面がちょっとあれだけどちゃんと美味しそうなのりゃ。ここからは綺麗に並べてソースで色付けするよ。皿の上にチョンってついてるあの気取った感じを再現したい。あれもしかしてステーキソースないかもしれないのりゃ。なんか代用できるものはとんかつソース、まあ多分美味しいとは思うのりゃ。ソースはソースだし、トンテキの牛肉版みたいな。あれでもそれビフテキっていうのかな。いや、じゃあビフテキとビーフステーキの違いって何なのりゃ。そもそも同じ食べ物なのかな。いや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 、冬トマト発見なのりゃ。これなんか皿の端っこに置いたらいい感じじゃね。ほらなんかステーキって隅っこに人参とか添えてあるじゃん。あの人参甘ったるくてめっちゃ苦手だけど見た目はおしゃれだよね。付属のスパイスがあった。これでちょっと本格的な味になりそうだよ。ねえねえ、並べたら普通に美味しそうじゃない。しかもこれぷんやりたんこだわりの焼き加減なの。赤くても食べられるのが牛さんのいいとこだよね。ぷもうぷもう、ふゆし。そしてこんなのも用意したのりゃ。ダイソーで買ったスポイトです。これを使ってねソースを吸い上げて皿の端っこにつけるの。こういうイメージですね。ぷんやり
リタン、こういうの作りたいよ。これはプンヤリタンのセンスが試されるのりゃね。頭の中にプンヤリとイメージはあるので、おしゃれにできそうな気はするよ。まずはソースにスポイトを突っ込む。この絵面がちょっとさ、なんていうかそのちょっとバッチリ感じだったからモザイクをかけてるのりゃ。で吸い上げたらピッピしていきます。プロ顔負けのソーススキルを見せてあげるよ。ぷよーん、大丈夫かなこれ。この写真になる気がしないんだけど。とりあえず皿の外を攻めるのりゃ。集中しろ。イメージするのは常に最強の自分。ダメだこれ、ふんやりたんセンスないのりゃ。ローカルスーパーで購入した黒毛和牛のもも肉を使用しており、とってもいい匂いでとっても美味しそうな仕上がりとなっております。そして今夜のための特別なグラスを用意しました。ふんやりドリンクと一緒に極上のお肉をお召し上がりください。ストロングゼロのドライだよ。これめっちゃ美味しいよ。シュワシュワ感がたまらない。なんかいつも飲んでる缶チューハイでもワイングラスに入れると途端に美味しそうになる。ふわ、めっちゃ美味しくできたよ。美味しくできたよ。はい、というわけでいただきます。ナイフとフォーク持つとなんかいい感じに見えてきた。この空間めっちゃ高級レストランみたいじゃない。足元は映してほしくないのりゃ。くゆもぐくゆもぐ、めっちゃ美味しいよ。スパイスが効いてて最高。肉がいいから味もいい。シェフの腕もいい。そしてやっぱりお酒が欲しくなるのりゃ。不優雅なひととき、この適度に赤みが残ってるのが好き。ふんやりたん牛肉はほぼ生でもいけるのりゃ。このなんていうかな、もにょもにょにょもにょもちょちょもちゃもちゃにゅんってした食感が大好きなのりゃ。わかる人いる？まあ肉が良かっただけに味はやっぱり最高。ただ一つ言いたいのはあれだ、とんかつソースはかけなくても良かったかもしれない。いや、ソースが悪いわけじゃないよ。ただ付属のスパイスと合わせると味が喧嘩しちゃうのりゃ。次からはステーキソースも準備します。生活力ゼロの無職が高級ステーキを焼いた結果、とっても美味しく仕上がりました。っていうか肉なんて誰が焼いても美味しいです。ふんやりたんもこんな風に美味しくなりたいなって思いました。そういえば最近ふんやりたんお金大丈夫ってよく聞かれるんですけど、全然大丈夫じゃないのりゃ。でも貯金はまだあるので直ちに影響はございません。撮影に経費はつきもの。貯金が尽きる前に YouTube だけでがっつり稼げるようになるのが今年の目標。めっちゃ頑張るから応援してほしいよ。今緊急でカメラ回してますのりゃ。なんとね、この日プンヤリタンは高え飯をおごってもらいました。お相手はいつもプンヤリタンの動画を見て応援してくれてる方です。めっちゃありがとう。もう一瞬でプユペロリですわ。なんかこれすっごい高そうな味がして舌が幸せでした。この後すき焼き鍋が出てきたんだけど、お肉がすごいの。金箔がついててなんか高そう。あとプンヤリタンへのメッセージカード、愛を感じるのりゃね。味ももちろん最高でした。プンヤリタンさ、家で作るすき焼きもどきしか食べたことないから本物の美味しさにめっちゃ驚いたよ。そして人生で初めてアワビ食べた。めっちゃコリコリだったよ。そしてすごいのがさ、アワビの踊り焼きっていうの、なんかめっちゃうねうねしてすごくすごい。熱うなってきたではないか。ぷいぷい、2月におごってもらったご飯のお礼をようやく言えたのりゃ。時が経つのもあっという間。もう6月になっちゃっちゃね。そろそろ今年も半分終わるけど、みんなは何か成し遂げたかな。ふんやりたんの一番大きかった出来事はね、やっぱりこのチャンネルで YouTube 活動を始めたことです。もうそろそろ最初の動画から5ヶ月くらい経過するのりゃ。ありがたいことにたくさんの人に見てもらえててとっても幸せだよ。目標はでかく、今年中に登録者10万人を目指すのりゃ。そして気持ちよく2025年を迎えて、気持ちよくモンハンの新作をやり込む、ふんやりたんの短期目標です。あとは撮影協力者とかいたらいろいろ楽なんだけどな。現状一人じゃ恥じらいに負けてできない企画が多すぎるのりゃ。まああれこれ考えてもしゃあない。先のことは先のこと。無職が欲張っても仕方ないのりゃ。これからも己の怠惰と向き合いながらしんどくならない程度に頑張るよ。みんなもくれぐれも頑張りすぎないように。適当に生きてても案外大丈夫だから、ふんやり心を忘れずにぬえ。それじゃあそろそろ終わろっかな。次はお部屋の片付け動画でも出したいのりゃね。ふんやりたんの挑戦は続く。ここまでのご視聴ありがとうございました。告知や交流を行っている X アカウントは概要欄に書いてるよ。フォローすると QOL が上がるかも。質問
問なんかにも答えるから気軽に話しかけてね。 See you again!